いや、まあ、いや、まだマラソンしてもいいけどよ。そうですね。いいけども、ちょっともう一回上げよう、レベル。俺、そうです。ちょっと今、回収だけ。はい、了ソ解ウルです。回収だけして、神殿に戻ります。はい、戻ります。じゃあまあ、何 ?4 レベル上げる。ってことで、じゃあ、お互いのソウルレベルのキープを8だったの4にします。で、4レベル何に振ろっかな。なので、私はもう、履力と信仰に振りますね。この武器なんだ?技量では。だよな、普通に。でも、今後のこと考えて、技量だけ伸ばしていいのかっていう問題があって。そうですね。今、筋力17、技量18なんだよ。あー。だから、まあ、技量20の、筋力18の、の、なんだ、生命力1とか。なんとなくだまあ、けど。でも生命力はあって損しませんからね。筋力そんな、あれじゃない？ そうです。スモーハンマーみたいなのあがあれが特例ですこれはからね。特殊だろ、これは。大体3、両手持ちで30ぐらいを確保できるんだったら、なんで20ぐらいあれば、大体のものを使えますからね。30？ あ、20？ 20あれば、筋力が？はい。今、ん？はい、ですね。大体それぐらいあればいいかなって思ってます。マジ？そう言われちゃうと、じゃあ19まで上げることになっちゃうね。すいません、なんか あ、でも、筋力1上げただけで、武器の攻撃力が、5もあるんだ。で、技量を上げても3しか増えない。あ、それ、筋力よりの掛け算なんですか？ちょっと待って。でも、ボーナスは、個性が筋力が E で技量が C だよ。なんでだ？だったら、筋力を、なんだろう、たまたまここ、17から18っていうのがあれなのかな、ちょっと。なんか節目があるみたいな感じなんですか？88が93になるから5増えてんだけど、です。もう1個増やしても2しか増えないんだよ。95になるんだよ。うーん。で、もう1個増やすと、はい。5、2、5って増えるの。ずっと5。ただ筋力20まで、3振ると100までいくわ、攻撃力。おー。で、技量19にしても3にしかならないと。そしたら、ほら、筋力3増やしても96度回り？あれ？ごめん、ちょっと待って。違うか？違う、俺ごめん。違う。見方間違ってるか？攻撃力って3つ、右1、2、3、左1、2、3ってあるじゃない？俺今左の1番につけてるんだもんな。なる筋力振って上がってるのは、素手だ。あれ？武器ってどこで見んの、これ。今。いや、でもこれレベルアップの画面だと、ここでしか、この攻撃力って欄でしか見れないよね。そうですよね。これで見ればいいんだよな。ですね、攻撃力。ダメだ。筋力上げても、その左、だから素手を超えてしまうんだ。なるほどね。やっぱりいいや、じゃあ技量22上げて、筋力1上げて、で、そうね、生命力か。23になるってことだよね。23になります。じゃあ、これでいきましょう。はい。技量20。で、そっちは武器はもはい。う、完璧。触れます。やっと2回以上触れます。1、2、3回触れます。威力も、ちゃんと表示は、40ほど上がりました。もともとこの炎の分が強かったみたいなので。表示上も強かった。俺でも、サリバーンの開幕パリーとか、全くやったことないからな。私も、素手だとかなり厳しいんじゃないかと思ってますね。白ファンでもできるのか?できるんじゃないですかね。じゃあちょっとやってみてよ。了解です。あと、島さん、え?楽しいものを見つけましたよ。え?よっこいっしょ。おお!すげえ! これが打てるみたいですね。ちょっとこいつと戦ってみるかい?ですね。打ってみますかね、これを。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと。すみああ、いいよ。でも、どう?威力は。84。おお。うん。
勝負気じゃないか、それ。うん、なかなか戦えます。来ちゃったんだよ。あ、来ちゃいました。一回、霧に入りますか。うわ、痛い。入ります。はい。うわぁ。よ頼むよ。はい、ちょっと待ってね。こうだよな。いきます。いや、どうだろうなこれ。たたたたた、ピュンポン。あー、ダメだ。しゃあない。まあ、死にはしませんでした。うわ、痛い。やめなさい。よ、飲んで。届かない。めぇー。うわ、つい。うわ、でもこれリーチねえなぁ。うえ、うわっ。え、うーん、よいしょ。うわ、ほい。うわぁ、うお、うわぁ、無理です。うわぁ、つぅ、盾が欲しい。盾ですね。私も切実に今思いました。戦いの中で盾が欲しい。落ち着かない。てか、なんかこう、様子見する時間が欲しいんですよね。次何やってくんのっていう。このエリアで盾落とすやつでいいのか。大騎士の盾ですかね。ほう、あの、極限の人ですかね。でも、あれは、あの、一応、あの、パリはできない盾です。あの、電気盾。別にもうパリとか関係ねえだろ、もうそんな。そうっすね。俺だってもう、武器防御すらできないぞ、これ。そうっすよね。ああ、そっか。そっか、そっか。鍵詰めはそうっすもんね。ああ。ええー、で、ちょっと絶望的にリーチなかった。そうですよね。届かねえの。意外とでもそんな早いわけじゃねえんだよな、これな。ああ、そうですね。最初の一発目、うんうん。右手は出るけどな。うんうん。すぐ。左手結構ちょっとクッてこう引いてから出すから。ですですです。なんか、ですよね。私もそれ使った時思いました。かけてね。じゃあまあ、今日はこの辺かな。そうですね。まあ、次回もうちょっと戦ってみて、これあかんなと思ったら。はい。さらなる調達を。サイマラですね。ちょっとせっかくレベル上げちゃったけど、はい、まあいいんじゃない。いいですね。はい。じゃあそういうことでお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。あ、どうも。どうも。ということで、はい、本日は前回からちょっと時間が空いて、5月の30日ですかね。はい、ですね。はい。どうする、どうしましょうかね。前回絶望でしたもんね。とりあえずもう一回ぐらいちょっと挑んでみて、ダメだったらちょっと盾欲しいなみたいな話してたんだけど、そうですね、俺とりあえずこれがね、やっぱり武器ガードもできないっていうのがちょっときついんで、あと当てづらいですよね。あ、なんでこれやっぱ右に装備して、うん、あのこれ、くぐつの、これを。うん。かき詰めてガードできました？あ？いや、だから、あれ？何やってる？あれ？装備できてる？これ。あ、違う、あれ？あれ？四角ボタンとか、あの辺が。あれ？ちょ、あれ？ああ、はい。これで、いや、左手に今装備してたんだけど、はいはい、左手に装備してたらほらもう、防御できないから。ああ。なので、この状態にして、はいはい、君、あれだわ、なんか、使ってない武器あるだろ。ああ、スモーハン、ああ、ヨルシカの盾とスモーハンマーがあります。ヨルシカの何？ああ、ヨルシカの槍ですね。ああ。どっちでもいいんだけど、はい。それをもらって武器ガードしたいなと思って。なるほど。うん、では、じゃあ、槍を落としますね。うん、その場に置く。はい。はい。はい。これを、
左手に装備して、これで一応ガードはできるだろう。かっこいいですね。はい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 。こんなメイン武器の方が短いっていう。前回も私それで拳投げてましたからね。まあちょっとこれで一回行ってみて。そうですね。どんな塩梅かってとこかな。そうですね。まあもう基本的になんかソロプレイの時の立ち回りは忘れて、逃げて殴って逃げて殴ってって。まあそうだな。タゲ行った方はこうやり過ごしながら後ろから一発殴っていくみたいな感じでやっていくしかないんじゃないかなって。一、まあ、人の時はそれでいいかもしれないけどな、はい。分裂してからだよな。そうですね。分裂してから。まあまあちょっとそれで一回。どうにもなんなくなったら。はい。まあちょっとあれ極限持ちマラソンになっちゃうかな。うん。やつから盾を奪い取るっていう。そうですね。それしかないかな。まずいこれ、俺鎌持ちにそれ駆られる可能性がある。あ、怖いっすね。そのうち死にそうです。あ、移動しました。あ、やめてくれ。で、今藤村さん狙ってるから、私が一発後ろから殴って逃げて、うんうん、で、こっち狙ってくるので、で、また殴って殴る、逃げる、で、逃げるみたいな感じでやっていくしかないのかなって。全然、全然そっちだな。殴ったのにですね。やっとで、ちょっとこう、うどー、あー、範囲が広いんですよね。かー、で、ちょっとフィールドをうまく広く使わないといけないので、あーと、あの、あんまりあっち側に行きたくないですね。だからこういう風にしてちょっとサリバンさんの機嫌を伺いながら、あ、来たっけれ、多分ね、あかん、逃げて、あっかんっていう風にやっていかざるを得ないかなって。で、彼はエスト狩りも持ってるので、あよっと、あら、全然届かない。そうっすよね、その時短いのが届かない。あ、あ、44だよ俺。44、やめてくれ、やめてくれ、やーべ、ノー、142で、わー、藤野さんもめっちゃ見える。おー、こっち来い、よし。で、彼は結構後ろに攻撃反転、真後ろにあんまりないので、うん、そこをうまくついて戦っていくのがいいのかなって。おい、これちょっとスモハンの方がダメじゃん、入る気がして。あー、死んだ。これ俺帰れるのか。あれ、あ、しまった。クソ、赤色じゃないんだこれ。ポーズできない。あー、やめて、帰りたい。あー、人の像が、人の残り火が。あ、ちょ、コッペン間に合うか。あー、全然、あ、発動が早い。おお。あ、そうだ、俺、そうだよ、あそこに装備してたんだ。あっちの方に、なんだっけ。あの、これ、スタートボタン。ああ、ここにあるじゃん。なんだ、そして棺まで来てしまった。まあ、ちょっとサイン出しといてや。はい、了解です。で、俺ちょっとスモハン試したいんだ、したら。了解です。じゃあ、そっちに行ったらスモハン落としてます。ああ。そうですね、一発投げて逃げるんだったら一撃の威力が重要です。ああ、うん、しかもリーチそっちの方があるだろうし、うん、確かに。ただあの問題は画面が見えなくなる可能性が。ああ、まあなあ、まあ、次に武器ガードもできますしね、スモハンであれ。うん、じゃあ拾います。はい、スモハン、うん、足りてないけど、あれ両手で足りるんだっけ。足りません。あ、両手でも足りねえのか。足りねえんだけど威力があったのか。はいはい。ローリングちなみにやってみた方がいいと思います。アードッスン。アードッスン。なるほど。手を外して、ドッスン。や、槍は外してますか？槍外してる、外してる。まあ、頭外してもダメだろうな。ってことはやっぱ鎧か。鎧外して、手つけて、足あったっけ？ないか。あー、まあこれしかないよな。果たして威力は。
スモハンってエンチャできそうだけど、エンチャとアイテムがない。ああ、そうですね。できましたっけ？わかんない。私覚えてないです。なんか別に変な属性ついてるわけじゃないから。ああ、確かに。できそうだけどね。ですね。やべえ、なんか。あ、一緒入るのもたついたな、俺。いや、すぐ、切り前がごちゃついてたので。死ぬなって。よし、行きましょう。あ、今度こっち見てる。あ、こっち見てる。あ、どういう気分？来ました。逃げます。うよっ！今の。こっち見た。ほい。ほい。ほい。94！ 94、おぉ。いやー、痛ぇ！痛ぇ！超痛ぇ！しかも、後ろがない！やばい。一発投げて、逃げて。やっ、こっち見た。一撃！はぁ。これはダメかもわからんねや。ちょっと。まずいっすね、ちょっと。いや、簡単に返してくれるのはありがてえけどな。君もガードせずにでやられたんだよね。はい、ローリング連打してたら殺されました。ガードできねえな、こいつ。多分、吹き飛ばされますよね。2撃目、3撃目もあります。マジか、どうしよう。でも、盾でも、アイスラの盾なんか木製みたいだからよく燃えそうですよ。剣の人たち。いやー、俺、進行9なんだよなぁ。だから、俺ら、キープがあと4ずつあるんだよね、確かね。はいはいはい。ギリヨルシカの槍に届くんだよな。ああ。ギリ。ギリ。4つ進行に振れば。はいはいはい。今、7だから、あ、じゃあ9だから、はい、で、必要が13なんで。はい。あ、ギリ届くっちゃ届くんだけど。それで振ったところでなんか満額一応使いこなす能力得たのに相撲と対してダメージ変わんないとかっていうオチが待ってそうな気がして。なんか火力低そうですもんね、その武器。図面の方が威力、まあ能力値不足の場合ですけど、出たので。どうなんだろうなぁ。筋力18でしょ、今。スモハまともに持つには、45が必要だから、両手持ちだったとしても、30あったら 1.5 倍で45になる。30か。無理。厳しいなぁ。まあ、とりあえず、まあ、あと俺らがもうかわしまくるしかないってことか。そうですよね。へぇ。本当にこれ、人間性が枯渇するのでは。そうですよ。ちなみに今の武器で人間性マラソンする、人の像マラソン、残り身マラソンするのは大丈夫な。それは、ありとさせてくれよ。ですよね。さすがにそれでやったから捨てるとかいう鬼畜ルールではないですよね。それは許してくれ。さすがにそれは OK ですよね。言うて、許し縛りじゃけん。ですね。いや、徐々になんか厳しくなってきたみたいな。まさかと思ってたんですよ。多分、もう DLC ゾーンとか地獄でしかないと思うんで。ですよね。今までが楽すぎただけで。こっからが多分、本領だと思うんだよね。私もイルシール前後から、えぐくなってくるのではと思ってたので。基本ガード姿勢でいいわ。オッケーです。私も死なないことをまず目標にします。
ひぇー、はい、それで殺されました。はい、はい。藤原さんが一撃か。いやいや、一回食らったんだ。ああ、そうなんですね。一回食らってからのズドンだった。あさあ、残り火15個。こちら13個あります。今使って14個。お前呼んでる間に1匹ぐらいちょっと倒しとこうかな。ああ。極限持ち。やられそう。やられそう。えってー、どう死ぬ、おはぁ、あ、うわっ、めっちゃ腰きた、死んだ、わいらんことした。はぁ、ダメだ、ダメだ、絶望しかない。その武器がやっぱり射程短いっすもんね、鍵詰め。え、今、鍵詰めじゃなかったけどね。あ、つもがって。ああ。よく能力値不足でやる気になりましたね。うんうん。いや、だって一発のダメージこっちの方がでかいからさ。なるほど。まあ、でも、普通に鍵詰めの方が楽だったの絶対。うん。はめれたもんな。です。